せーの、マリンパッパです。はい、今日の企画はダイエット中のマナちゃんの横で爆食してみたい。今マナちゃん絶賛ダイエット中で、今年入ってめちゃめちゃ頑張ってるんやんか。だからほんまに腹立つと思う。で、まあ、今日マナミジムの日ね、ふうも今日こそは真面目に運動するって言ってまだまだジムについてきてるんですけど、ついてすぐおまなちゃんはトレーニング始めてるんで、ふうは今からコンビニ行って、まあ、ご飯とかお菓子とか いっぱい買って、まあ、頑張って運動してるまなちゃんの横でモリモリ食べたいと思います。まなみ、ちょ、コンビニ行ってくる。コンビニ行ってくる。あの、水買いに行ってくる。何もいらん？はい。で、ちょっとコンビニ行ってきます。ジム来てそんな爆食するやつおらんやん。マジです。
マジでうまい。おい、見て。
みたいな。何やろ。うん、嘘、ほんまです。いや、違うやん。こんな顔してんのに乗るわけないやん。違う、美味しそうな匂いしてたらさ、ちょっと一口食べようかなとかなっちゃうやん、人間って。ならんねん。こんな甘々な気持ちで、あのそんな運動してないから、こっち。こんな怒られると思わなかった。普通に。カズソさん。怒られた。何で？いや、それはあかんわみたいな。え、ガチ？ガチかも。ガチな顔もう怖すぎてさ、めっちゃ焦った。だからあんなにしごいで掃除してた。そうちゃんと掃除してたんで。ちゃんと掃除しました。後でもっと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 掃除します、ちゃんと。あー、まなちゃんはまあ意志強いですね。まあこれからもダイエット頑張ってください。あんたも頑張りや、そろそろ。はい、帰りましょう。帰りましょう。